のレースは忍者やっていきましょう。今日ですね、何をするかと言いますと、シーズン3になってからですね、観戦モードというものが登場しました。でですね、この間観戦モードをやってみようかなと思ってやってみたんですけど、やり方がちょっと難しいというか、よくわからなかったんですよね。なので今回はこの観戦モードの見方とかやり方をですね、ご紹介していこうかなと思います。まずですね、このアジトの一番左にあるこのバトルのアイコンを押していただいて、で、たくさんいろいろ項目が出る中のルームバトルを選択します。で、ルームバトルを選択したらですね、ここのね、上にモードが表示されています。R とか L を押すとですね、標準モード、ご近所バトルモード、観戦モードという風にね、表示されます。なんで多分最初はだいたいルームバトル入ってきたら標準モードとなってるはずなので、 L ボタンを押していただくとこんな感じで観戦モードが表示されます。こんな感じでね、たくさんね、観戦してもいいよっていうバトルがたくさんあるので、この中でね、行けそうなところにこんな感じでね、あるので、これを押してもらってからルームに参戦しますかというので、はい、押すと見ることができます。今日は、実況者さんにですね、ちょっとお手伝いをしていただいて、ルームを立ててもらっているので、検索をしてね、ちょっとルームに行きたいと思います。このルームを観戦しますかという表示がされたら、はいを押してください。ですね、こういう感じでマッチングロビーが表示されます。今誰がいるのかなっていうのがこんな感じで表示されているんですけど、この状態でリーダーのホストが準備完了をしたら OK なので、そこからね、観戦することができます。ということでね、リーダーのホストが準備完了を押すとですね、こんな感じで準備完了が紫色に点滅するので、こんな感じでね、準備完了になったらですね、 A ボタンを押していただくと待合道場に移動します。そうするとこのリーダーのね、人の視点に行くことができます。なので、この人がね、今待機道場で待機道場で一体何するのかっていうのがね、見ることができるんですよね。もうこのね、待機道場から観戦できるってすごい面白いですよね。というわけで、クロワッサンアリーナバトルロイヤルたくさんポイントを稼げということで、観戦モードをやっていきたいと思います。いや、自分で実際戦うわけじゃないからね、もう見ることができるっていう、すごいよね。さあ、今ですね、肉野菜さんの視点になっております。こんな感じで見ることができます早速戦ってるね。で、ちなみにこれね、 R ボタンを押すとですね、自分で視点をね、あっちこっち一応ね、移動することができます。で、視点の切り替え、今ね、肉野菜さんを視点にしているんですけど、これをね、別の下にしたかったら、こんな感じで、花もさんのね、視点にすることもできるし、玄茶さんの視点にすることもできるし、例えばこう、見たいなと思う自分のね、同じ武器を使っている人のことを研究したいなとかっていう時には、こうやってね、視点を切り替えて、この人の視点をずっと見てたいっていう人のやつを選ぶっていうのも一つ、ありかもしれません。で、ちなみにね、定点カメラっていうのもあってですね、ずーっと同じところをこう撮り続けてるっていうところ、あ、花間さんが来た定点カメラっていうのがあってですね、ここでね、ずーっとカメラがね、作動してるっていうところも
あります。でこれ定点カメラに、これもう一個の方のねカメラですね。このクロワッサンアリーナの定点カメラはこのねピンク色の方のガムッチの方とこのね青色の方のガムッチと2個あるみたいですね。であとね1位カメラとかっていうのもあってですね、現在1位の人の動向をね見ることができます。このね1位になってる人をこうやって見ることによってやっぱね上手い人は1位になってることが多いので、こうやってね見て研究するっていうのもワンチャンありかなっていう気がします。いや、いいですよね。こうやってモードがいろいろ切り替えれると面白い。でこのオートカメラっていうやつは一応ですねこんな感じで視点をですねあっちこっち切り替えてくれます。定点カメラにしたりとか、それぞれの視点に切り替えてくれたりとか、あとはねこうやって真上からねどこに今誰がいるかっていう情報もね見れたりとかするので、すごい面白いですよね。これがね上空カメラっていうやつです。ここで今ね誰がどういう動きしてるのかっていうのが見ることができます。ちゃんとね順位すらも変えてあるからね、すごい分かりやすいっちゃ分かりやすいかなっていう気がします。さあこんな感じでねどんどん戦いをね見ることができるんですけども、一応ですねまあ自分の見たい人のやつを見るっていうのが、あ、やられてるやられてる ところもあるけども、こんな感じでねいろいろ見ることができます。ちなみにこの観戦モードっていうのはですねルームでしか使えないんですよね。普通のフリーマッチとかバトロワとかでは使うことができないので、ルームバトルオンリーになってしまうんですけど、ルームでねこうやって戦いを見ることができるのでとてもすごいいいですよね。研究にもやっぱりなるし、みんながどういう動きしてるのかって自分じゃね戦ってるとそれどころじゃないからね、なかなかできなかったりするので、こうやってね見て勉強することができるって結構いいですね。こうやってね今しかもこれ実況者さんがね戦ってくれてるからね、とてもね見てて私は面白いですね自分じゃ絶対にこんなところに入ったらもうそこやられちゃう自信しかないので、とてもとてもこう見ていて面白いですね。さあ誰が1位になるのかな。今現状は花もさんが1位です。さあ攻撃を失敗しましたね今ねさあ私はね一本刀を使っているのでね、肉野菜さんのね結構プレイングとか動画をね見させてもらってることがかなり多いですけども、さあ10位は一体どうなったことやら。さあドローンマスターは花もさん1位ですね。一本マスター芸者さんと肉野菜さん、すごい。でこうやってね見るっていうのはすごい面白いなと思います。なんか人の動画とか見るのすごい見てて楽しいですし。さあ続きまして忍びシティになります。さっきのねメンバーに加えてさらに一人加えてやっていきましょう。楽しい人のスプレーを見てるのが本当に楽しいなと個人的に感じてる。さあ最初はね肉野菜さんの視点になります。すごい飛んでるね、何してるんだろうドローン別になかったのに、あ、温泉使ってますね。あ、いい気持ちですかね。忍びしていったらやっぱねこの真ん中の温泉ですからね、ここで忍びエナジーをしっかり貯めて早々とねダイブキクラストにすることができますからね。いや、いいですね、かわいいひよこちゃん。さあ敵と倒そうとしている。して、お、いいぞ肉野菜さん、ドローン取りましたね。さあ運丸さんはトレルビースト使ってますね。お、うんまるさんも早々とダイブキクラストしてる。さあ花もさんを見つけたうんまるさんはどこに行く。あ、下にドローンがある。こうやってね視点をねあちこち切り替えて見れるのが本当に楽しいなと個人的に思います。この観戦モードっていうのは本当にねあったらいいなと心待ちに思ってたので。さあケンチャさんが包まれてしまった。さあ乱戦ですよここは。さあ残念、一本取られてしまう。さあ定点カメラ、忍びシティの定点カメラはちょうど温泉地帯ですね。そしてもう一つの定点カメラは上からの様子になります。ここからなんだね定点カメラ。へえ、下はねこっちの下側なんだけど、下はここで上からはこうやって見れる。ただこれ上からの定点カメラは雲に隠られてると全然何も見えないっていう忍びシティ唯一のね、まあ、よくあるやつですね。明日で戦ってますね、温泉地帯で乱戦が繰り広げられている。さあ頑張れ、お仕置きブレードがも
猛威を振るっている、サミーのお仕置きブレードから逃げている様子。さあ1位カメラ、現在1位はうまるさんですね。今知ったけど、ゲンチャさんめっちゃ可愛いハンマー持ってるピンク色の、ほらめっちゃ可愛い可愛いハンマー持ってる、いいですね。いやこうね、シーズン3になってからバトルパス購入するとね、ガムが消費されなくなったから、今まで1個ずつしか使えなかったやつがね、永遠と使えますからね。好きな色をね、武器を使えるようになりましたからね。いや可愛い。さあ合力するも外れる、頑張れ頑張れゲンチャさん。さあうんまるさんがバグって何も見えなくなってるよ。ちょっと待って、これはやばいでしょ、これは待って、うんまるさんうんまるさんがいない。あ、やっと出てきた。今刀しか出てなかった。あんなことある。え、まだバグってる気がする、なんとなく動きが。あ、一気にゲンチャさんが包みに行った。今のやばかったふんまるさん剣しか映ってなかった。あんなことあるんだね、面白。さあフィニッシュ。さあ10位はこんな感じですね。お、ドロマスはうんまるさんと花もさん、そして一本マスターは肉野菜さんとげんちゃさん。すごいバランスがいいなすごい。さあ次の試合も行きましょう。さあ続きましてイーグルシティになります。ここのね、定点カメラとかどこになるのかな。さあ先ほどと同じメンバーでやっていきましょう。レディーゴー。そうイーグルシティとかね、やっぱね、観戦モードのいいところって、まあそれぞれのね、プレイングも見れるももちろんなんですけど、どういう風に立ち回って移動してるのかっていうのも見れるのはめちゃくちゃいいポイントですよね。さあ、肉野菜さんは一番最初に天空に来ましたね。ここのね、ドローンを湧くのを待っています。さあ、他に誰かが来ないかとても心配そうに周りをうろうろしています。さあ、誰も来る様子はないですね。大丈夫そうです。さあ、一番上のドローンをしっかり取っていく。ナイス。そして、花もさんは橋の上の、橋の上のドローンを取った瞬間に、肉野菜さんに叩かれていますね。さあ、ここから、いけるのか。あ、残念、合力を外す。やっぱね、なんか武器によって立ち回りが多分それぞれのステージによって違うと思うんですよね。ハンマーの人はこういう立ち回りをしていくよとか、あとは残念、天地部よね、範囲が小さくなっちゃったからね、かなりね短くなったと思います。そうだから、ハンマーの人はハンマーの立ち回りがあるし、刀の人は刀の人の立ち回りというかね、こうルートがねあったりとかするのでね、結構ねそういうのも観戦モードで見て勉強するっていうのは いいかもしれないですね。さあうんまるさんはドラゴンを放している、そして大武器クラフトにしている。さあ追いかけるは花もさん、そしてバインドされている、一本取る、ナイスサンクス打ってるすごいな、ステッカーを出す余裕があるのすごいな。さああちらではゲンチャさんと肉野菜さんとの乱戦が繰り広げられている。と逃げる、すごいな面白い、これ見ててとても面白いですね。わあ大丈夫か。あ残念、一本捉える。定点カメラ、イーグルシティの定点カメラは橋の下に一個ありますね。そして定点カメラ2は上にありますね。橋の上の方がドローンが1個湧いてますね。さあ定点カメラ、あ、イーグルシティは定点カメラが3つありますね。天空の方にも定点カメラが1個ありましたね。さあ1位カメラ、現在1位はうんまるさんです。さあ肉野菜さんと対峙してますね。さあドラゴンを放つ。いや本当にこう人のプレイング見てると勉強になることが本当に多いなと感じますね。さあ残り30秒、現在1位はうんまるさん。上空を見る限り皆さん集中して密集してますね同じところにいる感じ。さあ肉野菜さんはガムが若干ついている。そして花穂さんに竜巻をするもなぜか当たらず、一本取られちゃう。さあ結果はどうだ。
フィニッシュ。さあドローンマスターはうんまるさんと肉野菜さん、一本マスターはうんまるさん。さすがですね、めちゃくちゃうまい。いや本当にこれ見てるの楽しいただただこう説明する動画なのにもう見てるだけですごい楽しいんですけど、皆さんも楽しんでもらってるかな。じゃあ次のステージも行きましょう。さあ WNA アカデミーにやってまいりました。さあ同じメンバーでやっていきましょう。レディーゴー。いやステージによってやっぱり立ち回りも違いますし、どういう風に動くかっていうのがね分かるのでとても勉強になるという話は先ほどもしましたけども、やっぱりねこうランクマッチをするとですね WNA アカデミーがやたら多いんですよね。みんな大好き WNA アカデミーという感じでね、かなりこのステージになることが多いので、このステージでみんながいかにどうやって立ち回るかっていうのが見れるのがすごい私的にはめっちゃ勉強になるなと感じています。さあ他の皆さん見てみましょうか。花もさん、あれ今上映ってどこに行ったんかなと思ったらリスポーンしてたところだったんですね。さあ合力を当てていく、しっかり当てて、そして一本ナイス。さあ現在1位花もさんですね。さあ源茶さんリスポーンしていく、人のいるところにこう突っ込んでいくんですね。私絶対人のいるところに突っ込むのは避けるんですけど、そしてこのシーズンから新しくね登場したガムダッシュインパクト忍びカードつけてる感じですね。さあうんまるさんは、うんまるさんすごいな、毎回毎回コンボの色が変わってる。さあ一気にお食事券、うまいうまいぞ。あー残念 KO。 さあ WNA アカデミーの定点カメラはここになります。ドローンの位置とかもねこれを見るとどういう感じで湧くのかなっていうのも見れるし、今ね誰もドローンには目もくれず戦ってますねドローン取らずひたすら戦っている様子がここから伺えますね。そして定点カメラ、あ、ここは定点カメラが一つしかありませんね。さあ1位カメラになります。1位は現在花間さん、そしてオートカメラは自動に移動してくれるやつになります。そして上空カメラ、皆さん今左下に集中してますね。さあ肉野菜さんだけが今真ん中の方に行っているという感じ。さあ皆さん好戦的ですねひたすら対人戦をしていらっしゃる様子。さあ一体誰がどう勝つのか。いやこれ見ててすごい勉強になるな、やっぱり。いや私は刀を使うから、やはりこういうのを見てるととても勉強になるなと。いやこのねトルネードを吐くタイミングとかすごい抜群ですね、やっぱりね。さすが。さあ原本さん現在1位、リスポーンして、おナイス天チーム2人包んだんじゃない。そしてゲイチャさんも包んでいく、喜んでる喜んでる面白い。え、これ見てるの本当に面白いんだけど、楽しい。いや自分で試合するのも好きだけど、これ見てるのも本当に楽しいね。忍者らってこんなに楽しいゲームなんだね、改めてすごい実感した今。楽しいわ見てて。みんなは多分必死に操作してるんだろうけど。2、1、フィニッシュ。すごいあっという間だった時間が。さあドローンマスターはうんまるさんと肉野菜さん、一本マスターはげんちゃさんと花もさん、バランスがいい。いやすごい楽しかった。いやいいね観戦モード、これはねとても楽しい。先ほどはルームの観戦の仕方をご紹介したんですけども、今度はルームを作るときにどうやって観戦モードにするかっていうのをお伝えしていこうと思います。まずですねこの標準モード、ルームバトルの標準モードでルームを作成通します。でこの時点でバトルは WNA アカデミーすべてとかノーマルとかいろいろあるんですけど、この一番下の観戦許可っていうのにチェックをしてないと観戦モードができないので、このねモードのところにチェックを必ず入れてからルームを作成すると
できます。なのでこれをねチャットチェックを入れた後ルームを立ててすると他の人がねその試合を見ることができるので、もし観戦許可をするのであればこのねチェックボタンを押するっていうのを忘れずにやってみてください。はい、ということで今日はですね観戦モードの見方と立て方についてご紹介していきました。純粋にめっちゃ楽しかったご協力いただいた実況者の皆様ありがとうございました。というわけでこれいろんな人のやつ見れるからね、ぜひ皆さんもね観戦モードでね観戦してみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。